どうもふうはやです。はい、どうも皆さんこんにちは、ふうはやチャンネルのリオンです。はい、どうも皆さんこんにちは、ボタン。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、かざれです。かざれさん、声も体も今消えそうだったけど今回はあの前回の人気企画クリエイティブ人狼をね、またねやっていこうと思うんだけど、なんと今回追加でね、最近流行りの離れると声が聞こえなくなる。お、今ね、そう、風さん聞こえなくなって、お、来た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 、こんな感じで、ちょっとなんか喋ってて。ほら、こうやってね、聞こえなくなるんだよ。絶対今、あいつら悪口言ってるからな。見てみる。バカ野郎バカ野郎バカバカバカ、あほらな、ほら言ってると思った。バカバカバカ言ってないよ。よっしゃ、てことでね、おい、誰だ、また入れたの。サバイバルって書かれた紙とクリエイティブって書かれた紙を1枚置いておきます、はい、ということで引いていきましょうか。じゃあ俺から引きます。はい、はい、これ引いたな。いやー、わかんない。と思うじゃん。怖いよ。行くよ、行くよ。はい、はい、はいはいはい。じゃあどうぞ、引きます。あー、はい、ということで決まったね。いや、今回は本当にカタカタ音とか聞こえないからね、これ。そう、カタ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 ってバレないから、うん、まあ発光してるから俺ら多分見つけやすいし、まあ、このコンパスで人のところにね、あの近づけるんで、ってことで15分間やっていこうか。ということで、そうだね、エボタン15分測って。いいよ。クソ、いいよ。はい、じゃあということで、よーい、スタート。あ、聞こえない。あ、待って、大丈夫。あ、いや、結構でも範囲が、え、ね、あ、俺今カザネさんの声しか聞こえないから、これあれだよね。いや、エボタ、実はサバイバルでしょ。お、なんだよ、その詮索やめろ。いや、お前もじゃあ仲間だよな。いい仲間、仲間と。今俺一人になったね。ルール説明ね、しとくと、15分間サバイバルして最後に PVP して、勝った人が勝ちなんだけど、その人がもし人狼で見破られたらもうその人の負けです。待って、あ、食料あるね。食料ちょっと先に取っておかないと。お前だろ。わかる、あげる、返す、返す、返す。しかもさ、これさ、誰の動画なのかわかんなく。待って。待って、風早の声なんてもう1ミリ。あ、来た来た、離れろ離れろ離れろ。あ、来た来た。お前らなんかちょっと人狼臭いな。俺の人狼じゃねえよ。まだ動きない、なしだな。未だに動きなし。さ、これで、おーっと、今ね、みんな一人ずつ分かれたね。これであれでしょ、後ろから来て、お前めっちゃ独り言喋るやんみたいなこと言われるんでしょ。え、これむずくね、編集すんの一番。独りぼっちで喋んの悲しくね、これ。独りぼっち、そう、やだやだ、俺も一人やだ。一人で喋んのちょっときついな、俺な。で、また今どうする。今多分クリエイティブの人めっちゃやりづらいと思うよ、みんな固まってるから。とりあえず俺洞窟行ってこっかな、旅立つ。まあ、結局ね、 PVP 勝てばいい話ですから、まあこうやって俺が小麦をね蝕んでいくと。はい、バカリボコ。何あいつ、やばいって。追ってきてる、怖い。え、あ、洞窟っぽいのある。あ、これ待って、でも深いかもしんない。あ、絶対来てるじゃん、あいつ。あれ、一瞬声増えた。俺、誰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 。お前だ。リモさん、リモさん、どこに。あ、下にいるじゃん、上だ。ちょっと、俺今から、今からそこに風配がいるのね。嫌味を言いながら通りすがろうぜっていう。あ、いいよ。だから俺の嫌味は、あいつライトマップ入れてるから松明いらねえじゃんっていう嫌味を。おい、なんだよ、てめえら。早くあっち行けよ。あっち行けよ。俺今、秘密の話してるからやめて。来ないで、あっち。いじめが起こっています。あ、もう絶対風早ライトマップ入れてるから体罰するじゃん。それな、風早本当さ。おい、しかもあれ洞窟じゃねえしな。カザルさん、みんながいじめてくるんだよ。え、待って、いやでも、このどちらかに人狼いるからな。やばい、なんか、めっちゃ途切れる、めっちゃ途切れる。何これ。みんなまだ全然装備とか取ってない。ぶっちゃけどっちだと思う、本当に。割とマジで。ぶっちゃけ。ガチガチ。俺は絶対ところ。お、誰だと思う？と思う。あれで、ね、今聞こえる名前のとこだけ途切れてさ。いや、どうしようかな。ね、これはちょっと俺、ちょっと俺やりたいことあるから少し離れてほしい。あの、あ、いいよ。あい、ゴーレムを殺そうかなって。ああ、鉄ゲットすんのか。そうね、ちょっと俺もじゃあ来た、見てこれ。どれ、エボタン。おお、揺れんじゃん、はめ技してる、すごい。ちょっとお前、泥棒するかもしんない。あ、お前バカじゃないの。こ
こで俺らで協力して勝っていこう。で多分ねリモコンと A ボタンも一緒にやってるから。ああ、いやでも誰だ。いやでもね今のところ彼女白だべ。でも何も怪しいことしてないでしょ。うん、してない。ちょっとねこのねマイニングしてんのがねやっぱ白っぽいな。俺の目線で言うと完全にちょっと A ボタンとリモコンがのどっちかなんだよ。やばいやばいやばい、死ぬ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 。あリモさん死んでるし。あれ無視された、嫌われてる普通に。あ、こっちいる。あ、鉄ピッケルをもらった恩はある。てか A ボタンとリモコン死にすぎだろ。でもワンちゃん今カザリさん鉄ピッケルくれたのがもしかしてクリエイティブで急いで出したものだとしたら、普通にダイヤあった普通にダイヤあったんだけど。クリエイティブの人は今だよな、やるんだったら。ダイヤないかな、こう深さ的にはね完全にダイヤの場所なんだけどな。いやでも予想でもしとこうかな。今風波や重ねペアはなんかもうちょっと険悪なムードになってるんじゃないかな。少しもう、うわもうでもリモコンと会えない距離まで行っちゃったなこれ。聞こえるかな。いや聞こえないだろうな。いやでも今なんかみんな一人で喋ってるからなんて話してんのか気になる。編集で見よっかな。おい聞こえないのか、何見した。おいおい、お聞こえた、びっくりした。あ、ちょっとお前怪しいな。およしくないよ、手持ち見るか。ほらほらほら、怪しいな。ほら見ろ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 、ほらお前がもし人狼でダイヤモンド10個ぐらいくれるんだったら、まあまあまあ見なかった。あ、許してやると。いやいや、そりゃこっちのセルリモさんで実はリモさんなんやろな、こういうのは。なるほどな。俺はだってこんなことする必要ないもんだって。俺だってないわい。おーい、カザレさん気づいてくれ。いやでもここも深さちょうどいいからダイヤあったらラッキーみたいな感じでいくか。いや、いやダイヤゲットした。だよね、ない。あ、ないか。俺もね、ない。いやでもそう、これはね白いよね。んだよ、ママに言ってね、ないね。まあでもこれでお互い結構白いな。白いね。で胸ね、なんで胸ない一番重要じゃん胸。ああそう、なんかはい、今からね。そう、ギリギリで作ってる。ああいやこれではっきりしたわ、カザネさんは白だ、間違いない。あのね俺ね、どう見てもねカモフラージュにしか見えないな。やばい、鉄ピッケル壊れる。これダイヤ見つけられなかったの痛えな。まあでもしゃあねえな、これは。せめてダイヤ剣使いたかった。ああ、ほんとだ。わ、いやでもリモコンと A ボタンどっちかだと思うんだよな俺、間違いなく。うーん、え、yes. 終わった時間リモコンに命令されてきましたあーということで終了でーす。俺ちなみに鉄ゼロっす。え、さあということで、yeah. え、A ボタン本当にそれなの。なんと風音大先生がくれた。俺があげた、優しい優しい、あげた。だからこの人は人狼じゃないよ。いや、マジでわかんないよ今回は。今回わかんないけど俺の中では割と目星ついてるわ。わかんない。バイバイ。A ボタンなんでそんな貧相な装備なの、うん、なんかずっと一人ではしゃいでたらこんなになっちゃったということでいきます。 3,2,1、はい、スタート。わー、わからんぞ。マジでわかんないから、わからないまで死にたくないな。ちょっと生き延びたいな。俺ちなみに風波や重ねペアは知らないからね、おじょりまさんは。全く、ね、見てないから、わかんないよ、うん、俺のさん監視だけど、そこまで変な挙動なかったけどね。いや、めっちゃ消去法なんだよな、俺は。でもえ、誰誰誰誰誰誰、そういうの言うてかんと。最後の戦いやで。リモコン、お前だ。リモコンか。俺なんてことだ、あんた仲間だっただろうが。A ボタンしかいないじゃん、証明してくれんの。風配が白いかどうかわかんないわ。俺らお互いにめちゃくちゃブランチマイニングした挙句、ダイヤ一個も見つけてないんだよ。いやー、どうなんだ。リモコンとは夢を語り合った仲だからな。いやお前騙されやすぎるだろ。あいつとは将来やめろやめろ、俺何も言ってねえ。やめろお前、なんかマジでやめろお前。ほんと死ぬ、ほんと死ぬ。マジで風配が鬼です。あーやばまあまあまあ、これで、ま、ごめんな、リモさんさよなら、あんたも持ってやるねえよ。いや、胸あ、そう、胸だけ取ってったじゃんA ボタンは絶対にないと思うけど、まあ、とりあえず魚振られたらやだし、これ腐敗だと思うな。いや、カズさん違うべ。俺はどうなんでしょうか。怪しいと思うよ。だよね、だよね。ちょっとやばいって。はい、リモさん、リモさん、はい、やべ、やばい、普通に負ける。ハムネー、おー、ナイス。さあ、こっちでどっちが勝った方が1。いや、これで俺カザレさんだったら俺もう人間を疑う。もうやばい
やばい、チュイン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 、あー、嘘だ、ごめん、嘘だ、ごめん、本当にごめん、ちょっと待って、あー、いや、ごめん、うわ、マジで分かんなかった、すごかったんだ、やっぱり、待って、めっちゃ分かんなかった、これは許されないやつだね、本当に、いや、でも、見てねえしな、俺は、そう、見てないから、ちょっと待って、これ怖いわ、うまいわ、うわ、うまいわ、めっちゃうまかったわ、うわ、ちょっと本当信じる人考えない、いや、いや、あのね、めっちゃ白かった、このダイヤを取ってない部分、マジで白すぎる、お前どういうじゃねえかよ、お前は弱すぎる、こいつやばい、マジで。秒で死んでたかな、ということでね、じゃあ、ベボタンくんが何かやってくれるらしい、いや、お前だろ、負けたんだから、今日は逃がさねえからな、なんかやれよどーわれもんのファあれ、これ近づいたら怖い、強烈入ってる